世界中がパンデミックになって、世の中ががらりと変わった2020年、僕たちはこう授かり、一寸先が何もわからない状況で常に不安と戦いながら1年を過ごした。そんな中、僕たちが選択した道は、東京から少し離れた神奈川県の三浦で新しいスタートを切ることだった。幸せってなんだろう。そう思ったのがきっかけだった。三浦半島が見せてくれる美しい自然、地元で採れる新鮮な魚介類や野菜、出会う人々がびっくりするくらいいつも親切で、僕たちはただただ感動していた。と同時に、自分の気持ちを無視してどれだけ切羽詰まった日々を送っていたかに気づかされた。きっと僕たちにはこの1年が必要だったんだ。幸せってこんな感じなのかなと初めて思えた1年。僕たちは忘れない。